皆さんこんにちは。雪月花で有名な演歌歌手の辰巳ゆうとさん。辰巳ゆうとが結婚間近といわれる女性歌手の正体と創価学会とのまさかの関係や父親の正体について紹介します。まずは辰巳ゆうとさんの経歴とプロフィールから紹介します。辰巳ゆうとは日本の演歌歌手です。身長は173cmです。中学1年生の時にながらプロダクション主催のティーンズカラオケ大会で優勝します。高校時代より大阪のボイスマスターにおいてボイストレーニングに励み、大学進学を機に上京です。ながらプロダクションのアドバイスの下で引き続きレッスンとストリートライブを行い、デビューに向けての歌手修行を積みます。2018年1月17日シングル下町純情で演歌歌手としてデビューします。同年8月赤羽商店街連合会親善大使に任命されました。2019年4月18日明治大学中野キャンパスで講義に初挑戦しました。辰巳ゆうとさんと西田愛さんは2021年10月頃から主に掲示板上で熱愛や結婚の噂が広まります。西田愛の一戸建ての近所に住んでいるおばさんの話、愛曰く私辰巳ゆうとと結婚してて子供もいる、自慢気に入ったらしい、4人で車で出かける姿をよく見かけたと、近くにコストコとアウトレットがあるところ行ってた、これ以外にも子供は西田愛の連れ子で2人いる、同棲している、ザラの服で匂わせしている、ディナーショーで辰巳ゆうとが西田愛との交際を認めていたといった噂が書き込まれていました。ただどれも掲示板上の噂のみで、実際に熱愛報道やツーショット写真などは出ていないため信憑性は極めて低いです。そんな中、2022年3月14日のデイリースポーツで西田愛さんと演歌歌手中澤卓也さんの熱愛が報道されました。西田愛さんの7歳下ですね。熱愛報道と同日、西田愛さんと中澤卓也さんはそれぞれ SNS を更新し交際を認めています。交際期間は報道時で約半年ほどとのこと。ということは2021年10月頃から交際をスタートさせたのでしょうか。そしてそのまま2023年7月26日に結婚しています。一方、辰巳ゆうとさんと西田愛さんに熱愛の噂が出たのも2021年10月頃。もしその時期に2人が交際していたとしたら、西田愛さんは二股していたことになります。しかし西田愛さんが二股をしていたという報道は一切出ていません。そのため辰巳ゆうとさんと西田愛さんが交際や結婚をしていた可能性は限りなく低そうです。辰巳ゆうとさんの歴代彼女一人目と噂されているのは事務所スタッフです。2021年10月13日辰巳ゆうとさんは浅草よ一路一堂でミニライブを開催。そのライブ後にスタッフの女性と一緒に帰っていったと目撃情報が複数上がっていたそう。2人は三宮橋にある彼女の自宅で半同棲していたと言われています。ただ顔がはっきり写っているわけではないため、この写真が本当に辰巳ゆうとさんかは分かっていません。しかしもし本人ならこの女性が彼女だった可能性は高そうです。辰巳ゆうとさんの歴代彼女2人目と噂されているのは和歌山の彼女です。2022年5月頃、辰巳ゆうとさんが和歌山駅で女性と抱き合っていたという目撃情報がありました。お相手は美人で辰巳ゆうとさんの本命彼女だという噂も、辰巳ゆうとさんの母親と一緒に行動していたという噂もあるため、本当なら家族公認の仲だったのかもしれません。ただこの和歌山の彼女に関しては証拠写真もなく、噂止まりのため本当にいるのかどうかも不明です。2021年1月27日の週刊女性プライムでは辰巳ゆうとさんが好きなタイプについて語っていました。それによると、家庭的な人、よく笑う人、些細なことでもありがとう、ごめんなさいが自然に言える人、年齢は上でも下でも OK とのこと。また外見的なこだわりはあまりないそうですが、女性のおでこが好きなのだとか、洗顔で前髪を結んだ時に垣間見えるオフ感のあるおでこが特に好きなのだそうです。ちなみに追われるより大恋の方が燃えるタイプだと言います。先日の週刊女性プライムでは辰巳ゆうとさんが結婚願望についても語っていました。同誌によると、結婚願望はある方とのこと。その理由は、
子供が欲しいからなのだそう。結婚願望というか、子供が欲しい願望、子供大好きなので、もし子供が女の子だったら、親バカになる自信しかないと語っていました。たとえ思春期になっても一緒に買い物などに行ってもらえるよう甘やかしたいそうです。辰巳ゆうとさんにとって、氷川きよしさんは憧れの先輩なのだそうです。歌番組に出演していた氷川きよしさんを見たことがきっかけで、演歌歌手を志したという辰巳ゆうとさん、事務所も氷川きよしさんと同じ事務所に入社しています。辰巳ゆうとさんは氷川きよしさんのデビュー時の王子様路線にも似ていることから、ポスト氷川きよし、氷川きよしの弟分として期待されているようです。氷川きよしさんが2022年の紅白歌合戦を最後に歌手活動を休止した際には、辰巳ゆうとさん自身も氷川きよしさんの後継者になる意思を表していました。今まで先輩が長い間守られてきた年末のステージはもちろんですが、歌の世界でのポジションを自分が引き継ぎたいなという気持ちは強いです。そんな辰巳ゆうとさんを氷川きよしさんも可愛がっているようで、自分らしくね、体が大事だから自分のペースで、何かあったらいつでもいいから連絡してきてと常に気を使って優しく声をかけてくれるそう。辰巳ゆうとさんはお姉っぽいという声が SNS で出ているようです。辰巳ゆうとさんのこのお姉っぽさは氷川きよしさんに影響されたのではないかとささやかれています。氷川きよしさんは2019年頃からそれまでの正統派王子様路線を捨て、ジェンダーレスな自己表現を始めました。そのため氷川きよしがお姉化したと話題に。そんな氷川きよしさんに憧れるうちに、辰巳ゆうとさんもお姉化したのではないかと言われているようです。またもともとお姉だから氷川きよしさんと仲が良いのではないかという声も。ただ先述した通り、辰巳ゆうとさんには彼女がいた可能性が高いですし、好きな女性のタイプについても具体的に語っていたため、お姉の可能性は低そうです。辰巳さん自身は2020年3月にインスタグラムで卒業証書を持った自身の写真を投稿しました。辰巳さんの卒業証書は伝統的な黒い筒に入っています。最近は学校の名前が入っている2つ折りのケースに入っているものが多いような気がしますが、創価大学もそのうちの一つです。また候補として挙がっていた学習院大学はこちらのもののようです。学習院大学と帝京大学は卒業式が2020年3月20日に行われており、辰巳さんがインスタグラムに投稿した日にちを重なるため候補として出てきたようです。辰巳ゆうとさんの出身大学については特定ができませんでした。卒業証書から考えると主要な東京の大学とは一致しませんでした。これは憶測になりますが、辰巳さんは出身大学を公表したくないのでフェイク画像を撮ったのではとも考えられます。大学在学中に通っている大学を公表するとファンが押しかけてきたりする懸念もあるので、公表を控えてもおかしくないですが、辰巳さんはすでに卒業から1年以上経っており、出身大学を公表することは問題がないと考えられます。そのため何らかの理由があって大学名を公表したくない、しかし卒業したことは公表したいということでフェイクの筒を使ってファンに卒業を知らせたのではとも考えられます。辰巳ゆうとさんは大阪市の藤井寺市の出身で、実家は今もそちらになります。弟様やお母様の名前は残念ながら分かりませんでしたが、3人家族です。年齢も残念ながら分かりませんでしたが、辰巳ゆうとさんが25歳ということから推測すると50歳前後くらいなんではないでしょう。ご両親はというと一般人の方だそうです。辰巳ゆうとさん、弟様には初給料でマッサージ機をプレゼントされたと聞いていますが、本当親孝行ですよね。弟様は歌手の夢を後押しくれたようで、皆さんに喜ばれるように頑張れと言っている父の言葉を忘れずに歌いますと断言しています。関西弁で気さくにおしゃべりされている辰巳ゆうとさん、親近感が湧きます。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。